上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの14回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで非常にいいチーム状態で来ています。今日の試合も期待できそうですね。そうですね、こうなるとですね、どういう勝ち方をするか、そういったところでしょうね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。まずはタイガースの先発岩貞が甲子園のマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。高め打ちました、ヒットになった、打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあそしてバッターボックスには山崎が入ります。さあ先制を防げるかという場面。これが1球目、まず際どいコースをついてきました。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。打ちました、ボテボテ、セカンドが前に来る、セカンド取った、アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さあそして打席には青木が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。バッターボックスの青木、今シーズンの得点圏打率は2割5分6厘となっています。率は物足りない気もしますが、その分一発がありますからね。打ちました、糸原、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそしてバッターボックスには川端が入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まずは見送ります、ワンボール。これが2球目、ナイスコースですよね。はい、外のストレートがストライク、引っ張った、ファーストが前に来る、ボーは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか。いや、もうとにかくね、あの先頭バッターですよ。まあここがね、出ると出ないは大きな違いですよ。そうですね、先頭バッターに注目しましょう。ショートエスコバー、スワローズマウンドに上がるのは先発の近藤。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。近本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました、取った、一塁送球、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには糸原。まあ状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。セーフ、アウトコース、ストレートが決まっています。牽制のうまいピッチャーですから、ランナーはしっかり集中しないといけませんね。そうですね。3球目は何で来るか。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。まああるいはエンドランのような策があるかもしれませんね。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球、滑り込んでアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。打ちました、エスコバー、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番糸井、ツーアウトランナーありません。さて好調タイガースはここまで3連勝で首位です。一方のスワローズは4位です。
打ちました。センターの前に落ちました。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは4番ボーア。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2回になります。スワローズの攻撃。5番バッターエスコバー。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さてタイガースの先発は岩貞。ここまで9試合に登板して4勝2敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点。ライト方向を流しました。これは一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。さあ一塁には先制のランナー。バッターは上田。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。これが3球目。バントしました。取りました。一塁を送ります。アウト。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。ファウルになります。落としてきた。しかしバットは止まっています。インコース低めのストライク。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。さあそして打席には中村が入っています。さあツーアウトにはなりましたがまだピンチは脱していません。バッターの中村、今シーズン得点圏での打率は2割4分3厘となっています。まあ役回りというのもありますけどちょっと寂しい数字ですね。まあここはね勝負強さを見せてくれると思いますよ。はい、期待しましょう。空振り三振。ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。先制のチャンスがあったスワローズですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。この大山、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。2球目打ちました。この打球はフライになっています。近藤が抑えています。ワンアウト。打順は6番サンズ。まずはワンアウトを取っています。初球わずかに外れてボール。さあ2球目は何か。よく見ましたね。ボール先行です。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。レフト見送った。先制ホームランです。タイガースレフトスタンドに飛び込む今シーズン第14号のソロホームランになりました。タイガース1点を先制しました。1対0、見事な一発が飛び出しました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。先制のアーチがここで飛び出しました。バッターは7番に入っている北条。タイガースホームランで先制しています。
赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。来ると分かっていても打てないボールです。次が2球目。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。2対0になりました。タイガースなおもチャンスです。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。さあ、バッターボックスには先発の岩貞が入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。送ります。これはファウル。ちょっと難しいボールでしたね。まあサインだったんでしょうけどね。なるほど、バントしました。ピッチャーが取る。一塁へ。アウト、ツーアウト。送りバント成功です。ツーアウトランナー三塁。さあ、そしてバッターボックスには近本が入ります。さあ、ツーアウトながらチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。落としてきましたが、これは外れます。バッターボックスの近本、今シーズンの得点圏打率は4割2分3厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。アウトコース打ちました。ショート取った。一塁送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイムリー内野安打。3対0タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。2番バッター糸原。タイガースこの回追加点。点差は広がり、攻撃はなおも続いています。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。一塁はセーフ。ここはランナー走りませんでした。牽制がうまいピッチャーですから、当然警戒もします。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜ける。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー二塁一塁。打席には3番バッター糸井。タイガースこの回3点を入れています。さあ、先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあ、ここもつないでいけるか。初球から際どいコースをついてきます。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回タイガース値千金のホームランが出ました。2回終わって3対0タイガース先制です。先発の近藤が打席に入ります。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。そうですね。これが初球。アウトコース決まってストライク。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。北条抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター山田。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。岩貞まずは先頭バッターを打ち取っています。高めのボール。
ファウルになります。落ちる球できました。打ちました。ここもファウルです。インコースファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。よく見ています。引っ張った、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは2番山崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。前の打席はちょっと不甲斐なかったですよね。ええ、ここは挽回したいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、タイガースがリードしています。ミッサー、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。打った、大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番大山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナー初球打ち、高く上がった。これはどうか、レフト線破りました。一塁蹴って二塁に向かう。これで8試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。そうですね。バッターのサンズ、今シーズン得点圏での打率は4割。2球目打ちました、掘ってワンアウトです。つながらなかったですね。ランナー残っていますし、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでツーアウト。さあ、そして打席には梅野が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。決まった高め、ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。打ちました、ホームに送球。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウト満塁です。さあ、打席には先発の岩貞が入ります。ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ、満塁の場面を迎えています。落ちる球を見極めました。アウトコースストライク。これは見送ってボール。貴重な追加点、押し出しでも点が入る場面です。これが5球目。いいストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク。さあ、フルカウント、ストレート打った、飛びついて掴んだ、一塁送球アウト。いやー、ナイスプレーが飛び出しています。ランナー出ましたが、タイガース得点はありませんでした。3回終わって3対0、タイガースがリードしています。4回の表、ヤクルトスワローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは青木。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ここはいいとインサイド落ちました。これはどうか、破りました、センター前。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番川端。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ、初球は何か、インコースファウル。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。これもファウル。
さあ4球目は何か。打ちました。これはどうだ。横飛びで掴み取った。ファインプレーが飛び出しました。いい動きでした。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。打席には5番バッターエスコバー。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。ワンアウトになっています。バッターボックス上田。ツーアウトになっています。初球打ち、これはどうか。サード取った。一塁送球します。タイガースピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには太田が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。2球目は何で来るか。外低め決まってストライク。すぐに追い込みました。この球は見送ります。ファウルになります。打ちました。高い打球ライトへ。ここはフライになっています。上がりすぎました。糸井が抑えて3アウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。3対0タイガースがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。近本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。打った、右中間に強い打球。さあどうだ。右中間破っていきました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース、追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。なるほど、そうですね。まあ、そしてチャンスに強いバッターなんでね、ここは期待していいでしょうね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。バッターボックスの糸原、今シーズンの得点圏打率は4割1分3厘。インサイド落ちました。伸びていく、どうだどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。三塁タッチはアウト。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。4対0タイガース4点リードとなりました。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。バッターボックスには3番糸井。初球ストライク。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには4番ボーア。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球大きく外れています。ここも牽制セーフ。失投気味でしたがバッター見送ります。一塁牽制、一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。低めの変化球は外れました。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には大山が入っています。さあ、追加点のチャンスです。ここでさらにインサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。
レフトが取りました。2アウトです。積極的なのは悪いことではないんですけどね、まあでも次のバッターチャンスに強いですから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかるサンズがバッターボックスです。このストレートは外れています。さあ3球目は何か。3球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。3塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。5対0タイガース、なおも3塁1塁のチャンスです。バッターボックス北条、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。4回終了5対0、タイガースのリード広がっています。5回の表にゲームが進んでいきます。追いかけるスワローズの攻撃、バッターボックスは8番中村。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは今日の先発ピッチャー近藤。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。見逃して三振になります。ワンアウトです。打順はトップに帰って山田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。バッターよく見ました。改めてお聞きしますが、バッターの山田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。ああ、なるほど。打ちました。北条アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。5対0タイガースがリードしています。これから5回の裏タイガースの攻撃、バッターボックス梅野。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、引っ張った、取った、一塁へ送ります。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー一塁です。バッターは岩佐田。ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制、一塁はセーフ。インサイド落ちました。これはどうか。セカンド送球、セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。打順は1番に帰ります。バッター近本。今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。この回のタイガース打線ですが、2球で2アウト、淡白な攻撃となっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、ファウルになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうだ、ショート取った。これで4打席連続のヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックス糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました。これはどうか、一塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。3番バッター糸井。相手に流れが傾かないように、このチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。落としてきましたが、これは外れます。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。
追加点が入りました。タイガースセンター前のタイムリーヒット、7対0、タイガースリードを7点に広げています。一塁牽制セーフ。初球は何で来るか。初球ボール。改めてお聞きします、バッターのボーはバッターとしてはどういう特徴がありますか。いや、もう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。ああそうですか。高めのボール、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3試合連続の猛打賞。ツーアウトランナー二塁一塁。まず際どいコースをついてきました。バッターの大山、今シーズン得点圏での打率は4割ちょうどとなって。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。このチャンスは空振りの三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2点を追加しています。5回終わって7対0、タイガースのリード広がっています。ここまでのハイライトです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるスワローズの攻撃、打順は2番山崎。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。タイガース大きく点差をつけて6回を迎えています。緩いボールできました。三遊間、大山掴んでワンアウトです。バッターボックスは3番青木。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。打った、北条抑えて、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。4番バッター川端、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね。ここは慎重に行った方がいいですね。なるほど、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。見逃して三振です。これで2アウト。打順は5番エスコバー。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナー1塁です。これが2球目。インハイ決まります。ノーボール2ストライクです。緩いボールを持ってきました。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。7対0、タイガース大量リードしています。6回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号17清水がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは清水。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番北条。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトランナー、打ちました。ファウルです。ボールになります。打ち上げました。ここは打ち上げています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。打席には1番バッター梅野。今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。凄まじい集中力を見せています。ツーアウトになっています。三塁線、ファウルになります。ファウルになります。次が4球目。打ちました。ストレートに詰まって取りました。アウト。スワ
この回タイガース三者凡退です。6回終了7対0、タイガース大量リードしています。7回の表追いかけるスワローズの攻撃、バッターは6番上田。いや先ほどはしぶとい内野安打でしたね、やはり足があるバッターは有利ですね、そうですよね。タイガース大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。これも初球打ち、北条掴んで2アウトです。打順は8番中村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナーありません。この回の岩貞もう2アウト、まだ2球しか投げていません。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。打った、ボールを拾って3アウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。7対0、タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開。初球打ち、太田取ってワンアウトです。打順はトップに帰って近本、今日はここまで4安打を記録しています。いやー今日は大当たりですね、凄まじい集中力を見せています。清水、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。一二塁間、山田抑えてアウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには2番糸原、先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね、そうですね。これはセカンド山田掴んで3アウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。7回終わって7対0、タイガース大量リードしています。これから8回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の中山。タイガース大きく点差をつけて8回を迎えています。最初は変化球できました、ストライクです。さあ2球目は何か、打ち上げた、浅いフライ、ここはフライになっています。高く上がりました、積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります、バッター山田。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは2番山崎、今日はまだ当たりがありません。ヒットで打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックス青木、まあタイガースとしては大量リードで余裕があるとは思いますけども、気を抜かずしっかり抑えないといけないですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。インコース詰まりました、これはショートライナー。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは4番川端、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっと消極的でしたよね、はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。2アウトになっています。4球目は何で来るか、引っ張ったセカンドゴロ、取った一塁へ、一塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。7対0、タイガース大量リードしています。8回の裏タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。長谷川が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは長谷川、今シーズン21試合目の登板です。緩いボールがコーナーに決まります、ストライクです。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、打ち上げました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。変化球を打っていきましたがライト掴んでワンアウト。
バッターボックス、ボーア。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーなしです。ファウルです。打ち上げた。ここは打ち上げています。落下点に入ります。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。バッターボックスには5番大山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここはね、打ちました。これは大きい。伸びていく。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。高め打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。8対0。タイガースちょっと一方的になってきました。打席には7番バッター北条。まず何を投げてくるか。初球空振りです。アウトコース空振り。ノーボールツーストライク。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タッチはアウト。これでスリーアウト。しかしこの回タイガース2点を追加しています。8回終わって9対0。タイガースのリード広がっています。はい、はい、これから9回タイガースが守りを固めます。さあマウンド上は岩貞。完封を予感させる投球でここまで来ています。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんが多少きつくなって。バッターボックスには代打の広岡。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目。角度がありますよね。クロスファイヤーですよね。インコース走ってきた。キャッチャー送球して走塁成功。この点差で走ってくるとは。ここは空振りで三振を取ります。まず一つアウトを取りました。打順は7番太田。ちょっと粘られてますけどしっかり締めて終わりたいですよね。初球打っていった。抜けた。セカンドランナー帰れるか。三塁へ送球する。レフト前ヒット。太田これが自身本日の初ヒットになります。さあまず1球目。まずは変化球から入りました。このクロスファイヤーはいいですよね。はい、ストレートが決まっています。外の球打った。ファウルです。レフトへ。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。中村きっちりと犠牲フライを決めました。タイガースこれ以上の追い上げを許すわけにはいきません。バッターボックスには代打の西田。これが1球目。初球ストライクを取りました。2球目は何で来るか。打ちました。ピッチャーゴロです。ピッチャー取った。一塁送球。これで3アウト。試合終了になりました。タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。これで連勝は4となりました。
西さん、やはり連勝しているチームの勢いを感じる、そんな勝利でしたね。まあやっぱりね、勢いありますよね。もう強さは本物ですよね。確かにその通りですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。